おはようございます高野くまです今回はですねジュリアン・プリースターというトロンボン奏者のアルバムを紹介したいと思いますリバーサイドレベルから出ておりますキープ・スインギンというアルバムですねこのジャケットなんかかっこいいですね武士がこう刀をさーっと抜いてどっからでもかかってこいみたいな感じで構えているようなこの不敵な構えの トロンンボーンが刀に見えてしまううというな,んかなんか微妙にかっこいいジャケットのアルバムなんですけれども中身もなかなかコクのある味わいの音楽ですね。メンバーはですねジュリアン・プリスタがトロンボーンでジミー・ヒースがテナー・サックス、まあ、曲によって抜けてもいますけれどもねでピアノがトミー・フラナガンサム・ジョーンズがベースエルビン・ジョーンズがドラムスという編成ですね。これは1960年の1月11日に吹き込まれています。 でジュリリアン・プリストって結構面白い経歴の持ち主なんですよねサンラー・アーケストラにいたかと思えばハービー・ハンコックの「ヘッドハンターズ」にも一時期参加していたこともありでさらにキャリアの初期はですね結構リズバンド・ブルース系のバンドにも参加していたというなかなか振り幅の広い人ですよね。で最初に始めた楽器っていうのがピアノでその次バリトン・サックスやってるんですね。でその後 トロンボーンに転向していいるというねでトロンンボーンに転校してからプ,プロになりましてマディー・ウォーターズともやってるんですねあとダイナ・ワシントンともやってるんですね、まあ、どっちかというともうコテコテ系な人たちと共演していますとでその後がですねサンラ・アーケストラに入るわけですよ初期のアーケストラのメンバーなんですよねでその後あれですよあのマックス・ローチのグループにも入っているんですね でその後ですねあのこのアルバムを吹き込んでるんですけれどもねままあマックスローチのバンド財団中に吹き込んでますで1960年にこれ吹き込んでんですが翌年の61年にマックス・ウォーチのグループを辞めてですね今度はブルノートのサイドマンとして、まあ、有名なのがあのフレディ・ハバードとかねジョー・ヘンダーソンマッコイ・タイナーとかそういう人たちのアルバムにも参加してるんですね。だから 結構いろんな人たちといろんなことやってるあとサム・リバースとともやったりもしてますしねあとコルトレーンとも共演してるんですよねか割かし重宝されているというかね、まあ、トロンボーン奏者ってそんなに人数ねパッと思いつくの J ・ J ・ジョンソンだったりとかあとカーティス・フラーぐらいですからねこの時期の。 あのジャズの世界で大活躍しているトロンボーン奏者といえば、まあ、そういった意味でかなり徴用されていいた存在だと思いますでその後は今度はあれですよデューク・エリントンのおーケにも参加したことがあったりとか、ね、あとはその後はハービー・ハンコックの初期「ヘッドハンターズ」にも参加みたいなねでその後はですねハンコックから抜けたら今度は ECM で吹き込んだりとかもしてるんですよね。なんか すごいいろんなところでいい経験させてもらってる人だなってなんか要所要所を抑えているって感じがしますよね。でメンバーもこのキープスイングンのメンバーも要所要所を抑えてるっていうかもう手堅い人たち集めてますからね何せピアノトミー・フラナガンですからねなかなかあのテキパキしたピアノを弾いていて良い 盛り上げ方してるんですよもちろんあのソロもいいですし、まあ、アドリブパートねトミー・フラナガのピアノもいいですしイントロがなかなかいい曲多かったりするんですよね例えば一番最後の,あの「ジュリアンズチン・チューン」って曲はトミー・フラナガのピアノソロはないんですがその分ですねなんかほんと短いんですけどパキパキっとしたイントロが結構効果的で良かったりもしますし。 いろんな人と共演して良いサポートをするピアニストだと思うんですけれどもねここでも例に漏れずって感じですよねでさらにサムジョーンズのベースの音がですね結構あの前に出て聞こえてくるのでもうブン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 すごい躍動感をもう演奏に与えているまさにエンジンって感じですよね演奏のだから聞いてて気持ち良いですしあとエルビンジョーンズがさらにそのエンジンに拍車をかけてもうフルパワーというかねまあ、もちろんあのアップテンポの曲ばっかりじゃないんですけれども。 ミドルテンポの曲でもなんかパワフルな躍動感を与えてるって感じのでもう文句なしの名盤だと思いますね。でジュリアン・プリスターのトロンボーンはというとやっぱりいろいろどちらかというと黒人系でコテコテ系の人たちと共演してきたのかあるいは元からそういうコテコテなトロンボーンだからそういう人たちに重用されたのかどうか分かりませんけれども結構。 ネチネチコテコテコクのあるようなトロンボーンを吹いていてですねなんか聞いてて癖になるんですよね割と息の短いフレーズが多いんですけれども結構長く吹くというよりは短いフレーズを積み重ねていくって感じなんですけれどもねその短いフレーズがちょっとこってりした感じのなんか妙な味わいがあってですね結構癖になるんですよね。なかかなかかこれ あ知られざる名盤としてあの推薦してもよろしいんじゃないかと思いましてご紹介させていただきました。ということで今回はトロンボン奏者ジュリアンプリスターの KeepSwingin というリバーサイドレベルのアルバムを紹介させていただきました。最後までお聴きくださいましてありがとうございました。